毎度サブロです。今日は、試練をちょっと行きたいなと思ってて、でもその前にホグワーツの中にちょっとこういう鍵がかかってて、いろんなマークがあって、でこのハテナのねマークがあって、でここの扉には30ハテナで、この4ユニコーンハテナハテナっていうあるんですけど、これなんぞやっていうと、まあちょっと軽いなんか遊びみたいな、で多分宝箱がね中にあるって感じなんで、まあそれのちょっと解説してからやっていこうかな、試練の方は。でここがいろんな変えれて、まあここが一つ目のハテナなんで、まあ単純に足し算3足す0足すハテナなんで2にすればいい。じゃあ2ってどれなのっていうと、ここのねじゃーん、占いのここに番号がもう割り振られてるんで、このごめんなさい何かわからんけど2はこいつなんでヒゲの生えたこいつで、これが2です。で次が4足すユニコーンでハテナハテナなんで、ユニコーンが1ですね。4足すユニコーンで1、5なんで7ですね。7の数字がここに入ります。7の数字は、はい、こいつもう訳わからん、これは何やろな、これになります。ケムクジャラのこれだ。はい、でこれで答えが合ってると思うんで開きます。はい、そういう感じでね、こういう扉結構あるんで、だいぶあるんじゃないか、5個ぐらいあるか。まあ僕は見つけたらやるようにしてるんで、もしちょっとねわからない方がいたらやってみてください。はい、じゃあそれじゃあ試練行ってみます。はい、じゃあバーシバルラッカムの試練来てます。なんかもう主人公一人でしか行けないってことなんで行ってみます。なんかねもう絶対やばい気がするんだよね。古代魔術の宝物庫って言い方してましたね。うわー怖っ。最初の試練いきます。試練ってなんかもう何単あー見たことある、グリーンブーツの金書の棚だ。これはなんか出てくるやつやな、怖っ。最初はちょっと進んでく感じ、あら、なんだ。え燃やすんか。エクスペリアンス、ディフィン。わかんない。は？むずっ。レベリオン。何これ、え、なんかある。あ、戦士はおるな。え、何これ、出ていくの。え、道ないで、むずどういうこと。え、階段、階段やん。あー、これいけるんやな。ったはずだけど調べてみるべきかも。オッケーオッケーオッケー。
早めに行かなあかんじゃん。はいはいはい。うわ、なに、なになにや、お、終わりか。あー、嫌なやつ。魔術の痕跡がもっとある。何かが違うはず。あ、なんか、え、何かが違う、どういうこと。あ、宝箱や。46円。え、装備ないんかい。どういうこと、どういうこと、何が違うって。俺か、俺っぽいな。よっしゃ、これは燃やせる？燃やされへんか。これは、え、新しいとこやな。いい兆候じゃないな。うわ、来た。少なくとも今回は予想できてるけど。3体。相変わらずやな。こいつら本当。エクスペリアンス。インセンティブ。やばい。守護者本当嫌なんだよな。これみんなトラウマになるよこいつら。エクスペリアンス。インセンティブ。よっしゃ、オッケー。でも最初の頃じゃね、だいぶ慣れましたね。インセンティブ。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。慣れました、だいぶ。インセンティブ。これは？見覚えがある。これはね。アクシオで。呼んでいく。あれ？でも、あ、こっちもか。け、すごいな。何や、何や、何や、何？怖いな、このなんか。言い方。マフラー。あー、これは宝箱だけかな。これでいって。え、宝箱ちゃん、これ。え、これなんか、ありそうやな。あれか。あ、宝箱やね、あれも。あれはどうやっていくんやろな。あ、あれはこういって。ちょっとね、本当に、魔法の種類がめちゃくちゃ増えてきたんで、覚えとかないと。アーチの両側から、いろいろと調べてみるべきかも。何使っていいとか、わからない。え、これ、いける。あ、いけるね。強引に。よっしゃ。オッケー。これはこっちも何？また像がある。え、待って待って待って。これは？あ、あ、これやってもうたかもしかして。あ、やってもうたな。ダメだ。これ行ったら入ったらあかんやつやった。入ったらあかんやつや。ちょっと到着して。オッケー、下行きましょう。ゾウは戦うのか。え、何や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 、どこ？急やな。ルーモスちゃう、間違えた。え、待って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 。聞いてない。
うわーちょっと待って、急やびっくりした。いやもう最初さ一撃やったのにな、もうびっくりした本当。オッケー、オッケー、おーびっくりした。簡単にはいかないね。はい、なんこれわ、レベル4、難しいっすね。よし、ちょっとこの辺でボスぐらいまで飛ばそうかな。はい、じゃあいよいよ最深部まで来たっぽいっすね。もうこれは何かが出てきそうな予感しかない。はい、終わりましたって感じじゃないよね。嫌な雰囲気。うん、嫌な雰囲気だ。オッケーオッケーオッケー、あん時の俺とは違うんだ。え、なになになに、なんか爆発した。あ、後ろにいたんか。オッケー、エクスペリアンス、これで終わりか。インセンディブ、あ、もったいね、間違えた。エクスペリアンス、ディフィンド、オッケー、こいつで終わりかな。よし、いやいや、やっぱりでかっ。何これ、これ、うわ全然食らん。何何何何何、なに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 、
って。どうやって破壊するんだよ。いけ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 、うわっ、うわっ、どうやって高くするんだろうね、あれ。ああ、これ破壊できたのか、今。あ、ダメだね、もうちょいや。うわっ、強いよ。強い強い強い、やばい、これだ。なんか破壊する方法あるんだろうな。俺にはできなかった。どうやって破壊するんだろう。ああ無理やな。おっしゃー、もういないね。お、先生の顔だ。やれやれ。ああ疲れた。強かったね。おーい、さあこの先に待ってるのは何でしょうか。また憂いのふるいだ。とりあえず宝箱で下がるんだね。 OK、 まああとはね多分ストーリー見るだけなんで、強かったです。試練なんとか終えました。はい、じゃあちょっとねいつも最後までご覧いただいてありがとうございました。今日はねちょっとボス戦試練をね行ってみたの回でした。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。またねー。